生田原町は、北海道網走市長管内にあった町。2005年10月1日に、縁軽町、マルセップ町、白滝村と合併し、縁軽町となった。町名の由来は、アイヌ語の生田原より、文学による町おこしを行っており、JR 生田原駅に、おほうつく文学館を併設するほか、生田原川沿いに、歌たくひろなどがある。阿知西部、 門別郡地域の中心町である縁軽町南部に接する。北以外の三方が山に囲まれた地形。町を南北に国道242号、赤北本線が縦断する。町の中心は町中部にある生田原市街。気候は内陸型で昼と夜の寒暖差が激しい。年平均気温は6.9度。生田原川では山辺が釣れるため山辺の里と呼ばれる。 平成7年度からコンピュータによる総合行政システム c a m ク x v を導入。防衛化による効率的な行政管理を行っていた。道内多くの市町村の例に漏れず地方債残高が年々増えていることから、現在財政健全化を推進していた。村長主要産業は農業、林業、林産加工。採れる作物は小麦、ビート、牧草、デントコーンなど。 地元で採れる木材を生かして、木のおもちゃワールド館が光栄で運営。世界40カ国の木製のおもちゃを展示している。年表生田原村、生田原地域。エンガルストーリー。2019年11月5日閲覧。ABCD、チャチャワールド28日開館木製玩具1万点生田原に、まるで世界旅行。北海道新聞。ありがとうございます。